キングプリンス流瀬角、体制変更の狭間に見せた覚悟と決意、ストレートな言葉で将来した明るい未来。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへの流瀬角は、つくづく竹を割ったような清々しいアイドルだ。 5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太がグループを脱退し、長瀬角、橋山の二人体制で新たな一歩を踏み出したキングプリンス。5月24日に放送されたラジオ、長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送では、そんな大きな転換点にいる長瀬の率直な思いがストレートに語られた。 今これを録っているのが21日ですと明かした、長瀬。5月21日といえば、キングプリンスル。日本テレビ系の2時間スペシャル、そして、生放送ベニュー101、NHK 総合、でのラストパフォーマンスが大きな話題を呼んだ翌日のこと。5人での活動が一段落し、2人で歩み出すちょうど狭間のタイミングだ。 長瀬は、まずラストパフォーマンスについて番組にリスナーから寄せられた感想メールを紹介していく。最後まで最高のパフォーマンスをしてくれたことに感謝しかないというファンからの激励に加えてキングプリンスについてそこまで詳しくなかったけれど感想を送らずにはいられなかったというリスナーから応援しますという声も それくらい五人が見せたパフォーマンスは見る者の心をわしづかみにするものがあった。リスナーからのメールを冷静に読んでいく長瀬だったが、時折込み上げるものがあったのか途中で何度も声が震え、言葉が詰まったように聞こえた場面も見受けられた。しかし、そうなるたびに明るく切り替えてコメントを返していくところに、長瀬の強さを感じずにはいられない。さらには、俺的には、 なんで5人じゃなくなるんだよ。どういうことだよ。おかしいだろ。っていうか、ちょっと思ってる方もいらっしゃるだろうけど、そういうメールも読む覚悟をしていた部分はあった、とも。矢面に立ってどんな声も受け止めるつもりだったと、改めてキングプリンスを続けていく長瀬の決意を垣間見る瞬間だった。 しかし、そんな気を張った永瀬の予想とは反して、リスナーから届いたメールがあまりにも好意的だったことから、いや、違うじゃんそれは、こっちじゃないですか。それは、どう考えてもさ、と思わず張り詰めていた心の糸が緩み、涙声になってしまう。ラジオでトロする永瀬角の素直な思い、新体制での活動について、ファンの間でも色々な思いがあるだろう。 それでも、ありがとう、と言ってくれるファンの優しさに、ありがとうじゃないよね。こっちですよ。半年間も辛くて、苦しかった野郎に、ダメですよ。こっち側に、ありがとうっていうのは、おい、感謝の気持ちや新名ぞ、ぐらいのスタンスでいてほしいわ、と思いをとろする。 きっとそのくらいの厳しい声を浴びせられていた方が、長瀬も気を張り続けてラジオ収録に臨めたのかもしれない。なぜなら誰よりも、なんでだよ、と思っているのは、長瀬ではないかと思うからだ。 たくさんの話し合いを経て、それぞれの道に進むメンバーを応援するという心持ちに落ち着いたとはいえ、長瀬の中にどうしてもキングプリンスをとして思い描いていた姿を、どこかで諦めきれない気持ちがあるように思えてならない。それは、3人の脱退が発表された直後、2022年11月10日にオンエアされた同番組でのこと。 俺としてはキングプリンスターっていうグループをどうしても残したかったし、コメントでは守っていきたいとは言っていたけど、そもそも大好きだった6人だった頃のグループも、2021年3月に脱退した岩橋、玄樹のこともそうだし、今回脱退していくジン、キンシさん、仕様のことも言うたら守れんかったわけで。 何が守ってくやねんとかさ、自分が判断したことやけどわからんくなったりとかしてさ、という言葉にどれだけの葛藤があったのかと想像して苦しくなった。玄樹がいて仕様がいて仁がいて騎士さんがいるキングプリンスが、ファンの人もそうやけど好きやった。から、来年5周年を迎えるけど、5、6、7、8、9、10年、ずっとくだらんことをしてはあがって、 そういう姿を見てもらって、いつまでたってもバカだなとかガキだなとか思われながら活動していくにやろうなと思っていたから、と涙ながらに語った言葉に、そこまで語らなくてもとさえ思った。しかし、ここまで本音をさらけ出すことで自分自身を奮い立たせていたのではないだろうか。5人の、ひいては6人のキングプリンスが確かに存在していたことを示し続けたい。 それぞれが選んだ道の先で活躍した時にも、いつだって始まりの場所として振り返れるキングプリンスがあるように、長瀬が必死で守ろうとしているのは、そんないつかの待ち合わせの場なのかもしれない。と、ファンの反応が辛くて、スマホも見られなかったと話していた昨年の11月。 それから半年間、全力で走り抜けた5人との絆、そして想像以上に寄せられた心温まる反響。そしてラジオ収録を通じて気持ちをじっくりと整理しながら言葉を紡ぎ、改めて覚悟を決めたように見えた。 俺の感覚やけど楽しいことは絶対待ってる長い時間を過ごして思ったけどそれぞれの選択が正しかったっていう風に思わせられる力のある人たち安心して好きな人の後をついていってもいいんじゃないかなとメンバーの可能性を信じる言葉をそして何よりファンが安心して応援できるような言葉を投げかけた永瀬そして全員で幸せになりましょうとも 大きな変化を受け入れるのには、時間がかかる。実際、5月23日に長瀬と橋が、CD デビュー5周年記念、と題して生配信を行った際には、どうしても5人のわちゃわちゃを思い出してしまい寂しいという声も多く見受けられた。そう思ってしまうのは、それだけ5人のキングプリンスへの時間が素晴らしかった証拠。そして、 きっと新たなキングプリンスへの時間もまた5年後、10年後にはそう思えるようにしてくれることだろう。こうして涙ながらに本音を語り、ファンと向き合っていく姿勢を貫く長瀬の言葉に未来が明るく照らされていくような気がした。佐藤ゆ